こんにちは、レモです。パープルアプリやっていきます。今回は、戦国の世を制そう、初心者さん向け、戦国高校での超特殊能力6つ、取得を目指して、解説をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ということでですね、戦国高校が新しくリリースされましたねと、皆さんやっておりますでしょうか。僕の方もね、少しずつやりまして、理解が深まってきましたので、まずは、初心者の方に、超特殊能力を6つ、この高校で取得することを目指していただいて、それから、いろんな経験点の取り方とか、強い選手を作る方法っていうのを、その次にね、こう繋げていっていただける、まず一歩目を踏み出していただけたら、この動画でいいかなというふうに思います。超特殊能力の取得の方法は、すべてこちらにまとめております。計略を20回取得。国を2つ制覇。4つ制覇。6つ制覇。20マス領地を獲得、そして天下統一を行うという、この6つの条件をこなすことで、超特殊能力を6つ取得することができます。で、実際にどういう風にこれを進めていけばいいのというのは、サクセスのクリップを使いながら皆さんにご説明させていただきたいと思います。で、その説明をしているときに、じゃあこれを達成するためにはこういうことをしたら、より達成しやすいですよ、なんてことも一緒に合わせて、アドバイスさせていただきながら見やすい動画を目指していきたいと思いますので、もしよければぜひ見ていっていただいて、最後に、ご感想コメント欄に書いていっていただけたら嬉しいと思います。ということでやっていきましょう。まずは一つ目の計略を20回取得、これについて解説をさせていただきたいと思います。で、これに関しては非常にシンプルです。コツイベント、そしてお宝で計略を20回取得することで超特殊能力を一つゲットすることができます。こちらにコツイベントでの計略の入手を動画化してありますので一緒に見ていきましょう。今は脳みが、精神のところで、びっくりしていますね。で、このコツイベントを踏むことで、こちら排水の陣の計略を取得することができました。そしてもう一つ、計略はいろんな軍を攻め入った時に勝った時の報酬として計略を受け取ることができます。これを計20回すると超特殊能力を一つゲットすることができます。で、取得した計略はこちらの天下統一コマンドの計略ボタンから、こういった形で並べていただいてますので、こちらから使用することができます。で、この計略の使いどころに関してはまた後々いろんな大名、そして武将を倒していくところ、いろんな領地を獲得しに行く場面で使用していきますので、そちらで説明させていただきます。はい、ということでこちらでは計略をうまく使おう、相手国を攻め落とそうという解説をさせていただきます。で、今回戦国高校では5つもの超特殊能力がこのマス目を制覇していくことに関連しています。なので、どんな状況でも絶対勝ちたい、まあ、9割型勝負は勝ちたいということになってきます。で、その中で大事なのが、いかなる戦況でも計略を使えばある程度戦況をひっくり返すことができるっていうところなんですね。なので、この計略コマンドをうまく使いましょうという話を深掘ってさせていただきたいと思います。で、今いろんなこう計略効果があるものを用意させていただいております。例えば召集は備えに兵士を増やしたり、お茶会は備えに配置されてない兵士の士気を上げることができたり、相手の武将戦術の効果を減らす奇襲などなど、いろんなものがあります。で、今僕が攻め入る国として、まあ、徳川軍の本田さんのところに行こうということになっております。で、一番上の本田さんの下の名前にある兵力ですね。ここに書いてある数値が相手の個々の兵隊の力の平均となっているはずです。で、僕の方の軍隊はその下のマークと、あとは数値がすでについてるものですね。なので22の平均値になっています。まあ、これだけ見ると相手に勝てそうではあるんですけど、この本田さんって敵の武将がめちゃくちゃ強いんですね。味方の全兵力を大アップさせる効果を持っているということで、普通に言ったら実はこれ逆転されるんですよ、将軍の力で。ただこういう時に、あ、今この将軍の力を無力化できたら勝てるなということで、こちらですね、奇襲発動ターンで、相手の武将戦術の効果を下げたということで、これで相手の武将戦術を発動できなくしたり、他にも例えば相性が悪くてこのまま行ったらまあ勝てない、今あこのままじゃまずいなと、自分の兵力を強くしたかったら一番下の空城の剣を使ったりとか、あとは敵のね、戦力を逆に下げるとか、まあ、そういうこともできたりするので、まあ、試しに使ってみましょう。敵の戦力を減らすと、
本田さん側が、18から20だったのが15から17になりましたと。あとは僕の、自軍がね、22の平均なんですけど、この空城の経営を使うことで、32平均まで上がりましたと。まあ、こういう形でいろんな計略を使って、自軍強くしたり、相手を弱くしたりしながら、敵のところに突っ込んで勝利していくということが大事になってきます。実際これは突っ込んで勝負してみましょう。これで負けたらちょっと笑っちゃうけどね。で、このバトルの時に、まあ、自分もね、大将が力を発揮してくれたりとかして、で、今は、本田さん側は、僕が事前にね、こう敵対象無力化していたので何も起きませんでしたという形になりました。それでもね、相手に負けた兵士もいたりとかして、本当にこう、スレスレの戦いになったりもします。なので、非常に大事なのが、こう、計略をうまく使って、今、相手の国に勝てるのかどうかっていうのはしっかりと見極めた上でね、勝負を挑んでいくっていうのが大事です。これ、負けても何か起きるわけではないんですけど、ターンが過ぎてしまって、次のターンでね、また挑むっていうことになると、取れる領地が減ってしまいますし、その分ね、ターン、練習できるものとかもね、少なくなってしまうので、しっかりとね、ほぼ 100%、まあ、負けても、サクセス、通じて1回ぐらいを、目処に、ここは戦っていきたいなというところでございます。で、このあたりは実際に僕が、超特殊能力を取得している場面を切り抜きしています。で、二つ目の一番槍ですね。ここで取得が成功しています。こちらでは三つ目の大番狂わせの取得に成功しております。で、途中経過の戦力図がこんな感じになってますね。まあ、やっぱりこう、いろんなところを潰していって、効率よく大名、そして武将を倒していって、領地を獲得していきたいところですね。そしてこちら一番最後の合戦になります。最後の方になるとね、相手もやっぱり戦力高いですし、強いんですけど、まあ、なんとかね、ここで超特殊能力の逆襲、そして20マスの領地を同時に取得したので、精神的支柱もね、同時にゲットすることができました。で、その時のマス目がこんな感じになっています。なので、ターン無駄にできないんですよ。とにかくいろんなところをガンガン回っていって、ゲットしていかないと追いつかないので、そこは重要ですっていう話と、7月の3週になる天下統一、分け目の大決戦が始まります。で、4月3週の試合に勝つと、そこで超特殊能力の祝福を、確定で獲得という形になります。ただ、ここで負けるとゲームオーバーになるらしいので、確実に勝てるように選手の能力を上げて、しっかりと皆様望んでいただければいいかなというふうに思います。ここまでが超特殊能力の取得の方法になります。あとはね、こう、計略をうまく使ったりとか、まあ、どういう形で、こう、マス目を埋めてったりとか、あとは、いろんなね、こう、サクセスの仕方なんかは、より深掘って、いろんな動画でまたご紹介させていただけますので、もしよろしければ、また見てくださると嬉しいです。この動画が皆様のサクセスの一助になれば幸いでございます。パープルアプリのダウンロードリンクを概要欄の方に貼らせていただきますので、まだ、パープルアプリ、プレイしたことなくて気になるよという方は、ぜひダウンロードして一緒に遊びましょう。戦国高校めちゃくちゃ面白いんでやっていきましょう皆さんと。そしていろんな動画を出させていただきますので、またチェックいただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。